アルゼンチンバックブリーカーの形。うわうわうわ、あでも綾部すぐにそのまま助けに入ったところ落とされました。よっしゃ、うわー来ました来た来た、いけるか、流れ式狙っていきます。その後に熊嵐ですが、あえこれいけるか、いけるか、危ない、パワーボムの体勢、いや熊嵐、あれ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 、熊嵐だけ、見えてない見えてない、ああやっちゃったー、うわー足の、うわおー高いへそで投げた、すげー、どうする同じフルト、うわー離されましたよ、ええ、さあペンを指差した、来るか来るか、そのまま持ち上げてデスルーレット、これは宮原相手にも炸裂した技返せない、出ましたね、また一つ綾部が成長した、綾部の勝ち、どけ、ああもうダメだ、ああもうダメだ、ああおい、ああこんなうまくいかないことあるか、ああお前、俺がこんなに連敗して挙句綾部にもこんな瞬殺されて第一試合でだぞお前、お前、本当にこんなんでうまくいけんのか、バカ野郎、おい、来た、立て立て、お前なんだよ、いいから立て、あ殴れよ、あ殴れよ、あ殴れよ、うるさい、おい、来いよ、おい、来た、おい、こないだのよ、こないだの分店の時より良かったじゃねえか、おいおい、進歩してるよ俺たちは、お前にはよ、世界のベルトもアジアのベルトももちろん三冠もだよ、取るよお前に素質があんだよ、おいおい、俺はそれはお前にかけてんだよ、おいこの全日本でよ、高く飛んでてっぺん飛んだろ、不適されてんじゃねえよ、おいどうなんだよ言ってみろよ、おい完全にその通りだな、だろ、こうやって俺という男を信じてくれる奴がいて、俺のことを最善で俺の T シャツ着て応援してくれてる人がいて、そんなこと言ってる場合じゃなかったよな、嵐、うん、北斗君やるぞやるぞ、北斗やるのかやるぞ、てっぺん行くぞ、おいおい、もう一回立て、今リング上でチヤホヤされてるやつら全員ひっくり返してる、そうだよ、俺たち北斗軍がなてっぺん取ってやる、誰も想像しない世界を作ってやるよバカ野郎、そうだよお前、その意気だ、おいおい、その意気だぞお前、よしよし行くぞ、高く飛ぶぞ、よしよし、あ、綾部は別でコメント出したいらしいわ、なんか彼がどんどんね一人のレスラーとして完成していくのが隣で見ててわかるんで、まあ彼も新世代の人間なんで、まあ、横でやるのもいいけどやっぱりぶつかってた方が彼の進化も俺の進化も出るんじゃねえかな、まあ対戦相手北斗、熊嵐に関しては、まあ熊嵐はね同日デビューだから、この全日本プロレスまたのこのこ出てきやがって、徹底的にやってるぞお前、もう俺はもう全日本プロレス全員的なんだよ、味方が一人もいないんだよ、友達が一人もいない、綾部も一緒にコメントしてくれない、だったらどうするか、今までやってきた通りだ、一人でやってやるよずっと、一人戦ってやる、しかし俺が全日本プロレスもな内側から破壊してやるよ、熊嵐は許さねえからなお前、大森奥斗もな、まだ今日マスクかぶってた、今日マスクかぶってないの、そういうとこじゃない、そういうとこじゃないかな、なんだ指導したばかり、指導したのか、それたらよくわかんないけど北斗ね、この俺の手で潰してやったよ、まあチャンピオンカーニバルが終わってね、チャンピオンカーニバルロスの綾部蓮だけど、
今日から始まったスーパーパワーシリーズ、なかなかスーパーパワーシリーズもまだ開幕戦だけだけど楽しいな。試合が楽しくてしょうがないよ。まあこれから6月は各種試合あるからな。この綾部蓮から目を離さないで追い続けてもらえれば面白いものが見れると思うよ。手出しましたよね。あ、やってるやってる。どうするどうする。髪掴んでる髪。あら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 、いいのかね。ブーイングブーイングブーイング。あ、どうする。あ、いけないか、いけない。あ、大ブーイングです。足と腕と。なんだなんだ。お、すごいすごい。吊り下げながら。ちょっとこれは意味あるんですか、ね、見たことないぞこれ。ジャイアントスイングの形にはなってるんですけど、気持ちの強さです。ちょっとやっとは折れません。うわ。全てがゴールだ。蹴った様。やばいよ。教え子を蹴り飛ばした。あっていいんでしょうか。藤崎秀樹が首輪をつけられて、もうまさにこれ。犬のように。いや、なんだこれ。あー、危ない、死んじゃう死んじゃう。はい、教え子またブイング。捕らえます。おー、ドッキリー。誤爆チャンスです。ダウンキック向かい打つ形。一気に負けていないが大きな声出すが、エメリーをぶつける。この辺りはインサイドワーク。そして丸め込んで、ユキマヤミールウィンドで肩をつけました。10分40秒、ゆきひまやの勝ち。どこだろう、初めて、初めての GG とベルト負けるチャンスだったのに。ああ、ひできお前ヘルプが足りねえよバカ。ひでき、すいません。お前のせいだ。最後のチョップはいらないんじゃないですか。いえ、くまお前休みすぎだよ。いや、うちとチェーンが、チェーン本当に死ぬと思ったんですよね。死ぬと思ったんですよ。知るか、そんなこと。ああ、知らないね。知らねえよ。なんとかしろ、お前男だろ。そうだ、男にやられた気分はどうですか。殴られた気分は。ムカつきますね。ああ、じゃあどうすんだよ。やり返すしかないでしょ。そうだね。インタビューしてるんだよ、バーカ。いやー、もっとやられるね。やらないと。そうですよね。ここで言うんだったら、もっと顔面蹴飛ばして張り飛ばさないと。ああ、ここでやる元気がなったら、リングで菅沼の顔面を蹴飛ばして張り飛ばしてください。ああ、そうできるんだったらまた一緒にやりましょう。はい。秀樹もマナトリオもムカつく。早く座れよ。金具刺さった。いったこれで。いや、お嬢、知らぬ間に決めてくれてありがとうございます。知らぬ間に何、またリング上に集中しなかったの。なんか試合の前からさ、私見てたよ。全然人の話聞いてなくて。厳しいな、やっぱお嬢はな。姉さん、来らないでしょう。お前がしっかり持たねえから、力強いのに。もう目が見えなくなっちゃって、もう赤じゃないの。散々ですわ、今日は。なんか、今日いつもより頑張ってたんじゃない。確かに。マジっすか。相手が秀樹だったから頑張ったの。あ、まあ、秀樹でもあり、エボジョだったからね。あ、でも殴られただけで散々だ。でもあれだよな、うなぎん時よりは早く手出してんな。確かに。そんなん、俺別に選ぶね、女を、お前。いや、いやいや、俺はもういつだって姉さんとお嬢ですよ。だ、大切に思ってますよ。なんか勝ってさ、ママをエボジョに取り戻すみたいなこと言ってたわけよ、あのエボジョ。ああ、わけわかんないこと言ってんじゃねえよっていうね、はい、エボジョはよ。しかもなんでもママって知らないよ、飲み屋のママみたいな感じで多分言ってんじゃないよ、みたいな。マジで私、お姉の方のママかと思っちゃう。まあ、そっち。そっちだろ、そっちか。ママっつったら。すいません、ちょっとおねっぽいとかあるからな。いやでも今日ね、でもやっぱ一番姉さんとね、お嬢にね、気持ちをね伝えたいことがあるんですよ。なんだ。いいっすか、ちょっと待ってて。
ケーキをいつもありがとうございます。でも見てこれ紙皿。いや気持ちはいっぱい入ってるんでね。どうしたのこれ。俺買ってきました、シャトレーゼ。大好きなシャトレーゼ。シャトレーゼ好きだろ。おい、シャトレーゼ大好き。なんでてめえの分もちゃっかり買ってんだよ。みんなで食べましょう。試合後急に水も飲まず。危ない血糖値爆上げ。姉さん、嬉しい。ね、ごめんなさい。いちごがいい。いちご食べたい。なんかやだな、バカにされてるみたいで。ありがとうございます。これで魔のトリオはね、一つにまたなったっていうことで。これはどうかわかんない。そうだね。シャトレーゼ大好きなんで、よろしくお願いします。まあ、姉さんとさ、お嬢さん、あとね、あ、なんで鼻に可愛くつけてあげようと思ってるの。可愛く、なんかすごい、可愛くない。これラブ、これ新婚みたいで、ラブラブ。いや、ありがとうございます。本当に仲良くなったみたい。よかった。はい。でね、姉さんってね、お嬢ね、ちょっと俺一つ言って気になったことあるんだけど、今日さ、相手エボジョだったでしょ、なんでさ、石川修司が来てねえんだって。あれ、本当だ。でしょ、育ててんじゃない。あいつ、そうだよ。なんで来ねえんだよ、石川修司。おめえは全日本だから来ねえんじゃねえの、それ。そうでしょ。え、そうでしょ。他に何か理由は、全日本だから来ないんだよ。お前、まだわかんないの。いやなんかかわいそうじゃん、あんな英語上。大丈夫、大丈夫、俺やってみます、大丈夫。どうしたわけ。石川修司何したわけ。石川修司さ、ちょっとさ、俺も納得いかねえんで来ねえのには。不義理だな、あいつな。誰が練習教えてんの。あんた教えてるわけじゃないでしょ。いや、俺がやってますよ。俺で教えてんの。石川修司は別の日にやってるから。でも来ねえっておかしいな、俺に合わねえんだよな。相馬だけが避けられてるの。危ない。じゃあ石川氏、俺が避けてんじゃなくて全日本避けてるかもしんないよね。そっちでしょ。そうだよね。なんだったらさ、ね、やってやったっていいんだろ。でも石川氏人どこで。え、どこで。全日本。もう全日本に来いよ、石川氏人。お前でも来ないでしょ。だって全日本やめたんでしょ。やめたって来れば今のプロレス界なんだってありだろう。お前ね、そんなこと言うけど案外なんか、なんつうの、なんでもありなことあんまりしてないよね。いや、そんなことなんでも俺ありでしょ、俺実は。もう実は何でもやっちゃうから。どんどんやりましょう。で、石川修司をやっつけたわけ。おやりたい。それに私たちの力を借りたいわけ。ああ、もうぜひぜひ。だからケーキ買ってきたんでしょ、ね、そういうことじゃない。多分そうだね。いや気持ちを伝えたから。じゃあ食べちゃったら やんなきゃいけないわけ。ああ、一緒に協力してくださいよ。食べちゃった。石川修司のあんしたもんね。石川修司ちょっとドキドキしたよ、俺。もうやっちゃいましょうよ、姉さん、お嬢。確かにさ、おじゃくさんも前も今日さ、一個も呼吸も乱れないまま終わっちゃったからさ、なんかもうちょっと張り合いのあるタイトルマッチ。そうだね、したいけど。石川修司は何、タイトルマッチは関係あるの。いや、全然俺はやったっていいよと思ってんの。ただあいつはね、本当にね、やがるかもしれないし、消極的なんでね、その辺ちょっとね、プロしか何でもありっつうのをもうちょっと理解してくれた方がいいなと。じゃあさ、自分で言ってくればいいじゃん、やりたいなら。ちょっと考えましょう、次ね。待って、思ったんだけどさ、捕まえて、何、石川修司が悪いわけ。そう、全部石川修司が悪い。まあ、それでいない人のせいにしていつもいつも、まあ、いやー、俺らの場の通りが、ここから第2章が今日から始まったわけだ。おう、前のトリオはどんどん続くんだ。ね、じゃあお前入場曲考えてこいよ。あれ正規軍の入場曲だからな。お前正規軍じゃねえよ、言っとくけど。一緒に出てるけど。正規軍の T シャツも俺もらったよね、前でも。もらったけどさ、あんた正規軍じゃないから。美味しいでしょ、シャトレーゼ。私試合終わった後すぐケーキ食べたの。現役中初めてなんだけど。
水も飲まず血糖値マジやばいな、ね、初めての経験ってことで姉さんドキドキっているよ、まあ、今日ぐらいの試合で平気なのかな、ね、うんうん、今度やってやりましょう、うん、うん、よし、もう一度おいしいね、おいしいでしょ、うん、今度また行きましょう、一緒にどこに、シャトレーゼね、またって一回も行った時ないけどそう、ま、ちょっとバカこいつ、また行きましょうって何、一回も行ってないけど、ごちそうさまでした、ね、ありがとうございます。可愛いで内股になっちゃって、なんか足クリーム、ベルトにクリームついてるよ、うわ、うわ、うん、やだ、リングで 手も洗ってないのに試合終わってから切ってる、バイキンだよそれ、だいぶ愛がこもってるんだ、本当に、うん、まあそういうことで、そういうことでね、はい、はい、で頑張って、石川修司捕まえてきたら、おー、やってやりましょう、うん、うん、まだまだ続きましょう。よし、よかった、はい。ありがとうございます。はい。ごちそうさま。ありがとうございます。ありがとうございます。シャトレーゼ、何あるケーキ、パンじゃん。シャトレーゼうまいんですよ。シャトレーゼうちの近所にできたの。もしかしてこれをそのまま買ってきたんじゃなくてさ、誰かが持ってきた差し入れをさ、流用したんじゃないの、ここに。いやいや、俺買ってきたんだって。自分が買ってきたふりして。だって見て。違うんじゃないの、これ。いっぱいある。騙されるとこだった。これカメラ押さえたやつだった、これ。私たちのために買ったんじゃないじゃん。これ。じゃあ、美味しい美味しい。違うじゃん。何、シャトレーゼがスポンサーなの。違うじゃん。食べ、私たちのためじゃないじゃん、騙された、あ、なんかすげーいっぱいもらってんじゃん、危ない、すげーもらってんじゃん、失敗です、やっぱり失敗しました、あー、やばい、おーおーおー、クロスを東京ジャパン狙っています、イケメンスラッシュか、おーおーおー、危ない危ない危ない、レフリー、これはやってしまった、これ黒潮が今誘いましたよね、ユーバー、ユーバー後ろ、あーあー、おー、続いた、おガットショット一撃、うわうわうわ、あーおーおー、自らの手で試合を終わってところですが、急所攻撃、あやばいやばいやばい、そして椅子が割れた、まだでもこの状況はイケメンスラッシュ入ったこれ、あこの状況ではカウントが、あようやく数え上げられました、この因縁終止符を打ったのは黒潮東京ジャパンです、黒潮東京ジャパンの勝ち、うわ、ああ俺にブーイングしました、おいおい、おめえよ、ずっと俺のことおしょくってたな、おい、あ、これで分かったろ、俺とお前の違いが、ほんでよ、もう今日の試合できっとお前本気で俺に勝ちたくなっちゃったんじゃないの、あ、おい、てめえ最近何やってんだか知らねえけどよ、俺がお前の目覚まさせてやるよ、来月は後楽園で、もういいだろルール、ルールいらねえだろお前、ノー DQ でいいよ、何でもあるってこいつとマジで決着つけてやるよ、もうこいつとはそれっきりだよ、おい何とか言ってみろこら、うるせえ、殺してやれよお前、来月俺対青柳ノーディー級マッチ、おい全日本組めよ、あまあこんなもんでしょうって言いたいとこだけど、久しぶりにめちゃくちゃやってて楽しいね、めちゃくちゃ楽しい、まあうぜえが勝ってんだけど、なんだよあいつ、これで火ついたろ、なんか俺のこと透かしてる感じで俺の相手してたけど、これでもう逃げらんねえだろ、でよ来月戦うと思ってなかったから、
多分俺たちも戦うとこないんだよね、来月の後楽園まで。だから来月の後楽園まではもうお前には一切関わらない。で、来月後楽園でちゃんとボコボコにしてやるよ。お前ここ1年ぐらいで一番楽しいんじゃないの？違う？じゃなかったらおかしいね。相手はこの黒潮東京ジャパンなのによ。いいですよ。おいおい、黒潮東京ジャパンがあそこまでやる気になるってのもなかなか珍しいことじゃねえか。おい、俺もなかなか切れてるぞ。おい黒潮東京ジャパン、怒ってるのはてめえだけじゃねえからな。マジでおい、殺してやるからな。何でもやってやるよ。主戦場に戦っています。盛り上がってこうぞ。あ、来ましたね、これ最近やってますね。来ましたね。いけるか、二人で。あ、ダメか。はい、世界ジュニアのベルトを今持っているのがライジンが入っています。モスキンクラブ体重を乗せて全くダウンが、ああようやく解けました。大丈夫か。うわ、熱い。まだで、ここも熱いぞ。ここ熱いですね。本当にここ熱い。もう何度もシングル戦ってきた2人。うわ、引かない引かない。で、うわ、バッテルボー。いや、そしてそこへ送り出すと、ああ引かれた。ドイちゃんが待っていた。ドイツですが、いやでもしっかり自分のペースに持っていきます。うわ、おお、武蔵、あ、また来るぞ。いけるかいけるか。次は大丈夫かな。お願いしますよ。これいけますか。倒す。ドイ失神。うわ、武蔵見ています。来た助走をつけて打ったー。ドンタクシー、ドンタクヒーロー。プランチャー、いいよ。カップからフィグラーだ。飛び越えちゃったよ。アツキ選手もこれ得意な攻撃ですね。狙ってる。いった、いった、いった。あれ、うわ、やばいやばいやばい。そしてイラーパンチ。おまんじがダメ。他の選手たちも動けない。このままギブアップを狙っていった阿部文則。ギブアップしてしまった。全部持ち切った阿部文則。阿部文則の勝ち。阿部ちゃん、俺をこんな目に遭わして何か言うことあるんじゃないの。ハヤト選手、いや、ハヤトちゃん、あなたの欲しい答えは分かります。そしてそこは尊敬を込めて俺から言わせてください。ライジングハヤト、お前の持ってる世界ジュニアヘビー級に挑戦させてください。ただ俺が一番、私が言いたいことを、悟ってくれたライジングハヤト、答えはただ一つ。世界ジュニアを持つライジングハヤトのベルトに私は挑戦する。それをさせてくれ。おいおい、今どうなってんだ。俺の時間、どうなってんだ。タグだ、俺の時間。どうしちゃったね。何があったよ。タグチャンピオンだ。俺の時間、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 俺がベルトの興味あるぞ。てめえダブル覚えとけ。俺の時間、俺俺が挑戦、俺が挑戦って言ってたよな。おい、ごめんね。
事な話があるから先に帰ってもらってもいいかな。で俺ここで聞いとくわ。じゃあ、いや大丈夫。かっこいいな、クソ。かっこいいな。次は阿部文だよ。この俺に勝って勝ったのに何も言わずに帰ってく。これほど悔しいことはないし、恥ずかしい思いはしないよ。阿部は多分根っからの悪い人間じゃないかって思えるぐらい今日やったことは許せないよ。俺に興味はないのはまだ許せるけど、世界ジュニアに興味なさそうなのは許せない。だから阿部文則を俺が一番だよ。レッツパンク。レッツパンク。あ、やりますよ本田。和田恭平名誉レフェリーがアウトに出る。早いよ。光をあらわにしましたね。さあ来た本田。ラリアット、ラリアット。本田ペースになってきた。体勢はこらえて、ジャーマースープレックス返した。吠えた本田。クロースライン、ラリアット張り合う。落ちてきて、今度は EC3 追いかぶされ、下がって返す。今度はダブルアーム、同点。危ない、返せるか本田。危ない、ダメだ。返せるか、3つ。12分27秒、1-3の勝ち。世界の壁は高かった。EC3 負けた。なかなか世界を知る男はそう簡単じゃねえな。ただな、この全日本プロレスは世界一の団体、そして世界一のリングだ。俺はこのまま全日本の頂点になっていくぞ。あーくそ、When it comes to rolling, we're talking about the hashtag overman. We're talking about the NWA World's Heavyweight Champion. We're talking about EC3 reigniting history. NWA, All Japan Pro, that is a history rich, a lineage rich. And in the honors of the names like the Funks, the Flares, the Races, the Rhodes, EC3 has come back to All Japan to reignite that alliance, to recreate that bond, to re-collaborate what is all good and just in this sport, and that is the art of professional wrestling. Now here I stand, the Westerner, yes, the living, breathing embodiment of an Alexander the Great, a Julius Caesar, a Napoleon Bonaparte, and a General George Washington. But as a professional wrestler, as the greatest living professional wrestler alive, there is only one word that can describe me. Over, man. No further questions. オディンソンは南側の方に行っています。西側でパロンが、そしてパロンを持ち上げるオディンソン。重い方が持ち上がっています。デスバレーボム。パロンに対してレイ、レイのチョップ効かないか。あ、すくい上げられた。うわ、バックフリップ。もうブロックマスターダブルで狙っていくか。うわ、デスフローブアバール。今度はジエンドだ。オディンソン、まずい、まずい。ジエンドオブデイソン狙っていくか。レイが間に合う。
一人で二人を料理するか。あーあー何やろ、のどもと卓球、うわこの手で来たー、うわ甘いもの解禁か、これはダメだ、ズームしたのは早くなかった。10分56秒、3投手の勝ち。世界タッグボーイしたぜ。ジエンドのパロアンドオリンソン、いいファイトだった。おお、いやなかなか化け物じみたやつらで、ちょっと危なかったぜ。なんだ、なんか言いたいのか、どうする、渡すか。時は来た。甘いもののお時間だ。何でしょうか、どら焼き、甘いものコールです。聞いたことないですよ、聞いたことないです。プロレスの大会で甘いものコールです。どれを食べようか考えていたが、やっぱりおまんじゅうと大福を一口だ。いただきます。泣きそうになってます。どうだ、うまいか、よかったな。おい、俺たち斎藤ブラザーズは言いたいことがある。俺たちはこれからちょっと集中させてくれ。おい、いっか、俺たち斎藤ブラザーズはこれから全日本プロレスの残りのベルトを全て制覇することに決めた。全てのベルトを奪い取ってやるぜ。だから俺たち二人ともジュニアに挑戦することはできねえし、まあ105キロ以上あるからな。それに二人だけだから、6人タッグに挑戦することもできねえ。そこでな、俺たち斎藤ブラザーズはある男と利害が一致した。入ってきてくれ、カモン、マスラー。ドイナルキ、どうやら斎藤ブラザーズは全日新時代のメンバーよりも俺を選んだみたいやな。俺やろ、これからは俺たち3人で斎藤ブラザーズや。おかしいか、おい、なんか俺おかしいこと言ったか、おい。一つ教えたら、俺のおかんの旧姓は斎藤って言うねん。
We worked to get back here. Everything kept us away. A world pandemic kept us away. But those championships, the legends, the ghosts that haunt those belts call to us. It needs us because we are and forever will be here. The end is here to stay. Deus. Yes. Yes. Yeah. 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 オールジャパン見たかおい。おい。俺たち三人で斉藤ブラザーズやおい。おい。俺たち三人。斉藤純、斉藤麗、ミスター斉藤土井成樹でやっていくからなおい。おい。世界ジュニア、世界ジュニア。誰が持ってんねんおい。ライジングアイドルおい。おい。いつでも行ったるからなおい。おい、これからおい3人であらゆるベルト狙っていくから、yeah. 楽しみにしといてくれよ、おいしおい、まあ、今リングの上、リングの上で言った通りだ、まあ、まずはこの世界ダークしっかりと防衛したぜ、まあ、ジ・エンド、ファローとオリンソン、なかなか怪物じみた強さだった。だが俺たちお互いにまだまだやり足らねえだろう。またやろうぜ。楽しみにしてるぜ。どんどんやっていこうぜ。よし、早くミスター斉藤と一緒に6人タグもやってきたよ。おい、やるやるやる、行ったるで、行ったるで。よし、じゃあこれからはこの俺斉藤麗、兄の斉藤純、そしてミスター斉藤、この3人でやっていくぜ。楽しみにしてろ。ドゥーフォーイエ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 ーイ頂上決戦、後楽園ホールの皆様、どちらを支持しますか。皆様の正直な声を聞かせてくれ。正直な声を聞かせてくれ。満場の一致で宮原健人の優勝だ。宮原という声が後楽園ホールにこだましました。一番はどっちだ。押し寄せる新時代の波、むしろ飲まれることなく飲み込み、2度目のチャンカン制覇、宮原健人です。バツバツスタイルの勢いを全日本の看板を背負って執念で止めました。安西優真です。青な挑戦者、チャンピオンカーニバル2024覇者、240本の宮原健人。ベルトは俺が世界一似合うと、1年3ヶ月ぶりの王座戴冠へ、宮原健人挑戦者です。アルコーナー三冠ヘビー級選手権者、240ポンド安西優真。初防衛の相手はこの上なく強い挑戦者、
ただチャンピオンロードはまだ始まったばかり。さあ宮原追いかける。ただ宮原も、宮原こそ最高を証明しなければならない。ただ安西が襲いかかる。ジャンプに段階式で。さあそしてドラゴン、スープレックスは投げっぱなし。狙ってライトワーク。宮原ここでスイッチが入った。棒立ちですが安西に向かっていきます。いやー、敦貴選手、安西押されてますね。安西が押されている。宮原は手を出していない。あーでも少し宮原が効いた。安西バックを取る。宮原踏ん張る。エルボー返す。張り合う張り合う。おお、バック取った。宮原投げっぱなし。火がついた。安西敗れましたは宮原です。ここに膝。もう一度いくか。もう一回膝。安西バックを取った。ブレイクロックだ。なんだ、無理だったんですか。来ますね、ギブレットの対戦。安西、宮原捉えた。ブラックアウト。宮原ドロップキック。安西ここに来てしっかりと宮原にラリアット。宮原もすぐに行けません。ブラックアウト。でも安西が勝ちます。沈めらしながら来ます。気持ち折れてないよ。宮原来た。安西の全てを奪うのは宮原。おい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 。うわっ、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 シャットダウンだ。起きて破りのシャットダウン。うわっ、ゴールドからジャンピングキー。そしていくか、ギブレットへ移行して。うわっ、決まったか。48秒。安西龍馬の勝ち。三冠防衛したぞ。今日勝ったけど、俺はあの人をこれで超えたなんちゃ全然思ってない。それだけあの人がすげえから。ただ追いかけてた背中に少しは近づいたかな。このベルトを持っていればいいことも悪いことも。鈴木秀樹、受けてやる。俺はまだまだこのベルト負けたくない。今日簡単に負けちゃいけない理由が一個できたから。試合もそうだ、他にも記録とか歴史とか時代とか全部全部戦って、俺はこのベルトをずっと守り抜く。来た。次から次へと。安西、まずは防衛おめでとう。今言った通り、お前は今一人で戦っていくだとかベルトを守っていくだとか言ってたけど、俺とこの俺本田隆一と安西優馬、この全日本プロレスで目指している方向は一緒のはずだ。
俺はこの全日本プロレスで世界一のリングだと思ってる。ただ俺はいつだってその三冠のベルトを狙っているし、これからも俺ら二人で高め合ってこう、一緒にやっていこうぜ。え？今度は安西、全日本プロレスの歴史や時代と戦うんだよね。俺は全日本プロレスジュニアの固定概念を全部ぶっ壊したいと思ってる。お互いの主義、思想が近いなら一緒にやってこうよ。嫌ならいいけど。おーおー、今度は綾部蓮。安西優馬、なんかめちゃくちゃ楽しそうなメンバーが集まってんの見てさ、俺も来ちゃった。このメンバーが集まったらどんなことになるか考えたらさ、めちゃくちゃワクワクしない？今まで散々新時代だ新時代だ言ってきたけど、今日この瞬間が時代の変わる一歩目だ。みんなが見たことない景色や想像もできないことを俺たちで全日本プロレスに起こしていくから、これからも全日本プロレス、そして俺たちのことを見ててください。俺との約束です。よし、安西が今時代と戦っていくのが言ってたけど、俺もあいつに負けてられないし、今日リング上に集まったメンバーでいろいろ全日本でどん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 面白いことやっていくし、俺はいつだって安西が持ってる三冠のベルトを狙ってる。俺はこの全日本プロレス世界一の団体だと思ってるから、まあ知らねえぜ。まあリング上で言った通り、ライジング隼人、本田隆起、そして安西優馬っていうめちゃくちゃ楽しそうなメンバーがなんかリング上に集まってたから思わず言っちゃったよね。このメンバーが集まったらどうなるかって考えたらめちゃくちゃワクワクしちゃってさ、ちょっと今後はどうなるか全くわからないけど、ワクワクが止まらなくて仕方ないよ。リング上でも言ったけど、安西優馬とは主義思想が近い、だから行かせてもらったよ。俺たちは仲良し小良しは嫌いじゃないけど、今は必要ないと思ってる。あの三人の力も借りて、今まであった全日ジュニアの固定概念を全部ぶっ壊してあげるよ。レッツファンク。三冠ベルト、防衛、あの宮原健人に勝っての防衛、めちゃくちゃ嬉しい。ただこの一勝で宮原健人を超えた俺の時代だって言うほど
俺はバカじゃねえ。やっぱりあの人と戦って改めて凄さと背中のデカさを実感しました。俺は本当に幸せだと思う。この全日本プロレスに入門して、このリングで戦えて、同世代には最高で最強な仲間やライバルがいて、そして上にはあんな強くてかっこいい人たちがいる。俺はまだまだ成長できるし、この全日本のリングでプロレスがしたいって改めてめちゃくちゃ思いました。次防衛戦、あの感じきっと鈴木秀樹でしょ。俺はあの人にまだ直接勝ったことがない。ただ今日の一勝で俺はまた負けれない理由ができたから、どんな試合になろうとどんな人でも必ず俺が勝ってこの三冠ベルト防衛してみせます。今日はありがとうございました。熱いぜ全日本プロレス TV。 月額900円、全日本プロレス見るなら全日本プロレス TV。 主要大会はライブ配信、 VOD 配信にて完全網羅。ライブ配信中のチャットに対応、試合を見ながらチャットでさらに熱く盛り上がる。会員限定のキャンペーンやプレゼント企画も随時開催。過去の試合映像、名勝負アーカイブも随時更新中。熱いぜ全日本プロレス TV。